はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はネイルをね、新しくしてきたので、ちょっとそれを紹介していこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。前回前々回って結構ね、黒系のネイルをしていたんですけど、ちょっと今回は色物を入れてみました。もう見えてると思うんですけど、早速紹介していきます。まず右手から紹介していきます。はい、右手の親指はこんな感じです。某有名ブランドのようなデザインにしてもらっています。ベースが黒のベースになっていて、でちょっとねラメが入っているんですけど、わかりますかね、こんな感じで、で宇宙柄っていうんですかを描いてもらって、ストーンも赤とブルーかなのストーンを入れてもらいました。であと4本は全部同じネイルになっているんですけど、こんな感じで濃いめの紫でメタリックな感じにしてもらいました。普通にマットな紫でも可愛いかなと思ったんですけど、親指がちょっと宇宙っぽい感じのデザインだったので、メタリックにしてもらって、ちょっとバランスをね取ってみました。はい、で実はね、左手も全く同じ配置の全く同じデザインなので、まああれなんですけど、親指がこんな感じでね宇宙柄になっています。であとの4本はこんな感じで紫のメタリックな感じのネイルにしてもらいました。はい、今回もすごく可愛くてとても気に入っています。いつも爪ってスカルプですかとか地爪ですかって聞かれるんですけど、私は地爪でネイルをしてもらっています。ちょっと今回は前回よりも短めでネイルをしてもらいました。前回長すぎて、このネイルを変える2日前とかにもう中指の爪がブキって折れてしまって、で今回はその中指の爪の長さに合わせて切ってもらってネイルをしてもらいました。長いのもねすごく可愛くて、まあ捨てがたいなと思ったんですけど、でもやっぱり生活していく中で結構ね爪が長いと邪魔になることが多かったので、このぐらいの長さが一番いいのかなと思います。というわけでちょっと今回はね短めの動画になってしまったんですけど、こんな感じで新しくネイルを変えてきたので、ちょっと皆さんに共有しようかなと思って動画を撮ってみました。少しでも参考にしてもらえたらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。